ところにやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新やっていきたいと思います。火属性、行きましょう。1階がここか。なんか、おーっと、エンチャント発見。ロイヤルガードが結構出てきそうな気がするけどね。あぶね、あおおあぶね。エンチャンターいた。ちょっとエンチャンターは注意しときましょう。はいはい、2体いるわけね。あぶない危ない。ナイス、オッケー。はいはい、敵の火力が意外と高くってエンチャンターがいるんで結構注意だな。星寄るかな。蜂と火属性がついてるんでいいでしょう。ゴーレムを持っていっても良さそうではあるよね。あぶね。OK、 いいね。敵多くない？若干敵が倒しにくい気もする。お、危ねえ。結構強力なやつがいるね。危ないよ。よし、 OK、 まあ問題なしか。危ねえ。終わり？はいはい、2回クリア。敵が多いね。で、火力も意外と高い。ここ8でしょ。ここか。嫌な場所。あ、でも星寄るあるし蜂がいるんでまあいけるね。 OK、痛い痛い痛い。できればこの草刈りのところはね、序盤に出てきてほしくない。装備がね、ある程度揃ってからここだったらいいけど、まあまあ蜂がいるから全然いけるか。ああ蜂がいるんでまだねマシですね。あぶね、クリーパーいる。よし、待って、クリーパーいるぞ、そこにも。おお、ちょっと待って、クリーパー多い。おお、ちょっと待って、グリーンリーフもいるんかい。ナイス、いい場所。あ、でもまあまあクリーパーがちょっと多めで注意は必要ですけども、あ、全然いけるわ。オッケー、はい、まあまあ3回クリアですね。いつもより若干難しいかもしれない。一応持っていきます。ソウルためが必要かもしれないので一応持っていきましょう。痛い痛い痛い。そんなに敵はいないっぽいね、ここは。いや、後から湧く可能性だってある。蜂がいい感じに強い。ナイス、矢は多めに出てきてくれて OK。 よし、あ、ここはそんなに敵いないか。おい、4回クリア。特に問題ない。あーっと傭兵変えとこう、念のためね。雪玉ついてるし。
防御力も上がる。ここはクリーパー出るよね、出るかなと思ったけどもやっぱり出た。今シーズンクリーパー多めなのかもね、全体的に。しゃあ、なんでクリーパーは注意していきましょう。楽勝。ここはいらないね。商人か、なんだユニーク、パワー、パワー、傭兵上げたいところだけども、星寄りの火力にしときましょうか。いやこういう時こそなんかね強い武器が出す。ああでもボスか、伸びが出そうな気がするな。何これ、ちょい、ちょっとマジかよ。 OK、 あー完全に分かってた。違うの、オッケー、いけた。なるほどね、まあ、出た瞬間にさーっと攻撃すればそれなりに早く倒せるんで、はい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 、まあ、イリュージョナーから先だね。オッケーです。パワーシェイカー取りましょうか、間違いなし。やっぱりここはあれだね、うん、星折を上げていって正解だったか。で、雪玉さん、そうね、イリュージョナーの時に雪玉さん会ってくれたらもっと良かったか。よし、いいね、よし、蜂もパワーアップしてるからね強い。おやり、終わりかい。下にバジーネストを置いたまんまで上を倒しに行ったらちょっと早く行けるかな。ここはもうバーストクロスボウで間違いないでしょう。いちいち入れとこう。ここネクロ出るっすよ、間違いなくネクロ出る。いや、なんも出ないっぽいぞちょっと待って、え、終わり。いや、なんもなかった、なんもなかったね、超余裕。あー、いりません、防具も。もう10回なんで、なんかいいの欲しいけどね。よし、あ、ミスった。これ効いてる間に草刈りしに行こう。 OK、 行かないともったいないからね。あ、いや、もう出ないか、こっちは。あんまり思ったほど湧かない。いや、敵少ないよ。終わりか。敵少ない。なんか序盤多くてね、ちょっと強かったんだけども、中盤に差し掛かってくるとそうでもなくなったぞ。今シーズンちょっと難しいかと思いきや、いや、そうでもない。はい、では次に行きましょう。ここもなんかクリーパーが出そうな気がするね。いや、出ないか。エンチャントはまだ
入れないでおきます。いやこれなんか出そうだな、怖えな。一応蜂を配置しとこう。なんか出てきそう。出ない、終わりだ。ゾンビだけ11回特に問題なし。難しいところはまだないか今回。あーでもまだ12回だしな。まあ一応取っていくか。使うことはないかもしれないですけど。おい OK。 はいはいはい。あ、危ない危ない。ちょっと待って、固まんなよ。よし、ちょっと待って。よし OK。 なんか急に敵が多かった。でもそう大したことはないっすね。終わりかい。うん、まあまあこの一気に出てくるタイプは好きだよ。エンチャンターの賞ありですか。ヌスト変えようかな。ヌストに変えていきます。あ、防具までついてる。おお、なかなかいい防具だね。うんうんうん。耐久低いやつにね、防護ついてると結構嬉しいもんね。いや、ほんと大したことない。もう出ない、もう出ないよね。危ない危ない危ない。よし、はい、オッケー。終わり？なるほど、これすごいぞ。この怒りすげえな。虚無と痛みサイクルとダイナモがついてる。これ普通に使えるよ。いやでもな、ちょっと怖い。ここ悩むな。ほんと悩む。いやもうここ使ってけ。ちょっと冒険しちゃおう。痛みサイクルは入れんどこ。うん、痛みサイクルちょっとやめよう。ダイナモと虚無だけちょっと入れときます。よしよしよし。これはねとキノコが欲しいけども、すぐにはないだろうな。キノコすぐにはないよね。 OK、 まあまあ OKOK。 雪玉もついてて戦いやすいし、まあなんとかなるでしょう。うんうん、矢が結構出てきてくれてるんでね。弓をメインとして、戦っていきましょうか。うん、となるともうヌストは絶対入れとかんとね。そうしないとちょっと動きが悪くなりすぎるんで。 OK、 ちょっと待って、虚無をどんどん入れていきましょう。キーパーあんま出ないよ。 OK、 いいんじゃない。 OKOK。 はい、いいね。危な、多分爆発もらうとやられちゃうんだよな。さあ OK、もう半分過ぎた。
ハープーン変えようか。強いね。うんうん。火属性1だけでいいかな。こっち側入れたいんで、火属性1でいきます。十分全然戦っていける。危ない危ない。 OK。 まあもちろん覆われた怒りにはしますけども、普通の怒りのままでもまあまあボス次第ですけど余裕でいけそうな気はする。 OK。 いや余裕よ。本当当たらんのかい。段差でしゃ。 OK。 終わりか。終わり。全然弓で戦っていける。まだ今はね。ドラだな、ここは間違いなしに。え、どっちが来る？ユニーク。おお、オッケーオッケーオッケー。ヌスットを行きたい気もする。気もするけども、やっぱり怒り。うん。いや、ヌスットもいいよね。ボスか？ボスだ。とりあえず、トムさん。ダイナモ20までね、入り口で貯めれば、まあもちろん余裕だったんでしょうけど。これでいきます。どっちだ？待って！これ、ちょっと待って、これまずいぞ。おい、いけた。なんかいけた。よし、OK。じゃない。早く出てきて。あドラ入れてなかった。まあまあまあいけたからいいとしましょう。やっぱ覆われた怒り強えな。このまま行きましょう。やっぱ強いわ。よし。あとあとはね、ほんとダイナモ入れてガシガシやっていきたい。危ない。よし、これちょっと弓でいこう。危ない。なんかよし、 OK。 OK。 いや全然矢が足りてる。おいって、危ねえぞ。ここ危ない、ここ危ない。ここちょっと注意しよう。にゃっ、よし。あ、なるほど。19回若干むずいかも。ああ19回ちょっとやりにくいよ。オーケー。マグマキューブが嫌いなのよね。よし、まあ、注意していければ大丈夫です。オーケー。よし、え、まだ、あ、これで終わりか。違う、なんか、あー、いた。意外と敵が多い。あー、いや、ダメだ。エンチャントが良くない。雪玉欲しいのよ。いや、でも最後の叫びと防護あるから、もうこっちで行け。うん、最後の叫びはちょっと待って、ちょっと待ってよ。で、ダイナモと、そうね、帯電もね、なんか面白いんだけど、入れないでいいか、まだね。とりあえずこれでいく。
これ出るよね、これ絶対だよね。ここはクリーパー多いと思ったもん。絶対出ると思った。これいった、早めに回復。ちょっと待て待て、これ戦いにくいぞ。よし、オッケー。あぶね。いや、なんか急に出てきそうでマジで怖い。よし、オッケー。なるほどね、ここのクリーパーちょっと注意が必要ですね。もう19、20とちょっと注意が必要です。 なるほど、今回ね結構面白そうな装備が多いかも。おお、なんかいろんなの選べる。よし、何来る？ネクロとか来るっしょ。タワーガードとかこの辺出るんじゃない。よし、ここかここ、どっちか。あぶね、うっそ、マジか。次出るでしょ、次。出ない、あぶね。え、終わり？もうタワーレイスがちょっと出てきたぐらいの。あ、アップドラフトだな。エンターテイナーも意外とこれエンチャントいいな。でもアップドラフトと雷の杖を変えます。うん、最後の叫び入れてもいいけど、あれだもんね、あのソウル系を入れてるとちょっと失敗することが多くなるので。 OK、 いきます。しゃ、おい、危ない。しゃ、あ、これ、おうおうおう、あ、まあまあ雪玉はねもうすごいもったいないかなと思ったけどさ、変えててよかった。あぶね、ちょっと待て待て、敵多い多い、待て待て待て、敵ものすげえ多い。あぶね、ちょっと待って、遠くからちょっとチクチクやろう。終わったんかい。なんで、あ、溶岩に落ちたのか、茹で上がったのか。いや、いらんかな。いや、影の衣もいいよ、ドッフォーカスもあって。いや、変えようか、変えよう。やっぱちょっと耐久力が少なくて若干怖い。うん、なんで、レイキとドッグフォーカスを入れて戦っていきましょうか。ちょっと耐久力がね、確かにあの攻撃速度が上がって使いやすいのよ。でもちょっとそれ以上に耐久力がない。 OK、 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 うん、振りは遅いけども、まあまあ、よし、霊気でなんとかしよう。オッケー、霊気でなんとかなる。ちょっと待て待て、待て、危な、ちょっと待て、落ちて、落ちないんかい。ああ、もう攻撃が遅いからもう弓で行くしかないもんな。危なかった。ああ、
火力も上がるからスケールでもいいな。スケールにしよう。ちょっとなんかコロコロ変えすぎだけど、クールダウン欲しい。うん、で毒フォーカスもあるしいいかな。いくぞ。攻撃力 30% アップの毒フォーカスでクールダウンで、オッケーオッケーオッケー。パワーシェイカーとアプトラが使いやすくなってる。オッケー。何が出る、絶対クリーパー出るよね。出ない。いや、クリーパー出るでしょ。出ないよ。ちょっとダイナも全然活用できてなかった。終わり？いや、まだ？いや、でもそんな脅威となるやつは何も出てこなかった。あ、キノコ来た来た来た。あるじゃん、キノコあるじゃん。パワーシェイカーがもうね弱いので。え、これでいいの？え、なんかちょっと待って、変じゃない？なんかいいよね、いいよね。なんか変になったけど、キノコ取ってるよね。オッケーオッケー、いいんじゃないですかこれで。キノコも持ってるし、クールダウンついてるし。あ、これ羽が欲しいな。いやいや、欲しい欲しいと言ったらね、いかんよ。何でも欲しくなる。 OK、 いいね、バリ強い。あそこか。よし、25回終了。いや、火力抜群ですよ。ああよかった、弓がなんか欲しいなと思ってたところ、はコブだな。でエンチャントは天保セット欲しい。うん、とりあえずそれでいいか。で、最後に、危な。痛みサイクルを入れるかどうかをちょっと相談しようか。痛みサイクルどうすっかな。入れたい気もするんですけどね。なんか入れると危ないんだよね。危ない。ちょっと待て。危ねえ、マジか。危ねえ。いや、まさかゴーレムが出るなんて思ってもいなかった。あ、でもなんか前もこう出た気がするね。うん、ここでいたような気がする。あー、いらないね。いらん。ここか。ここっすか。あ、敵出ない。珍しい。大体ここにね、何体かはいつも出るんですけど、今回出ないね。オッケー。キノコ使って一気に突破しようかな。うわー、多い。待って待って待って、すごすぎない？この敵の数が。いや、これ何も考えてなかったらこれ無理よ。とてもじゃないけど今のところ突破できないっしょ。ちょっとやばい今のところ。この装備だからまあまあね、いけ。 OK、難しいかもね。27回、あ、27回、ちょっとこれやばいわ。まあいりませんな。
いいかな別に。うん、まだまだ持っとけ持っとけ。で28行って、で29が商人で終わりだね。待てい。あ、ワンパンできるからすごくいい。おっしゃ、おい、危な、ちょっと待て、やべえやべえ、ちょっと待って、すげえ追い詰められてる、危な、ちょい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 、こんやろう、ちょっと待て、だいぶ追い詰められたけど、まあいけた。いらんいらん、うん、うわーすごいいいカトラス。途中釣り竿もあったもんね。あー、このカトラスいいぞ。どうすっか、まあこっちだろうね。いや痛みは入れない。うん、いやさすがに危ないわ。ボス何が出てくるか分かんないのに入れるとなるとちょっと危なすぎないか。 OK、 まあまあボスを見てみましょう。ジャングルの魔物。ああ、なるほどね。ならば痛みサイクル入れていい。よっしゃ、5倍発動する前に倒しきった。はい、まあ難易度は普通っていうところですかね。お、キョムさん、お、使えるよ、別にいらんけど。トルバ、ソウルフォーカスのトルバか、いらんかな、まあ、これにしておきましょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。